ルェルン祝祭還元楽団は、スイスのルェルンで開かれる、ルェルン音楽祭、夏の音楽祭において、臨時編成されるオーケストラ。前身は、1938年にこの音楽祭の、レジデントオーケストラとして組織され、1990年代に、中断した旧ルェルン祝祭還元楽団である。その最初の演奏は、アルトゥーロ・トスカニーニの指揮のもとで行われた。 このオーケストラは、長らく、スイス国内からメンバーが集められていたが、2003年に、クラウディオ・アバドが、オーケストラの芸術監督に就任したのを機に、マーラー室内管弦楽団の団員を中核として、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団のメンバーや、ザビーネ・マイヤー、コーラ・ブラッハー、マリオ・ブルネロ、ナターリア・グートマン、ハーゲン・弦楽四重奏団や、 アルバンベルク弦楽四重相談のメンバーなどが参加して新たに結成され、2006年10月には来日公演も行われた。日本人、ハープ奏者の吉野直子も時々参加している。レコーディングは、アバドが指揮したマーラーの公共曲第2番とドビュッシー海 DVD では同じくアバド式でマーラー公共曲シリーズなどがある。ありがとうございます。